なんだ今のバカでかい音。今まさにこの世界全体を支える6本目の封印の鎖が解き放たれました。誰だこの声は。私はこの世界で唯一神と呼ばれる者の御言葉を伝えることができるアンゲルス教の教皇にして黒き聖母と呼ばれる者。あなた方はそれほどまでにこの世界を破滅させたいのですか。天界の玉座にある7つの封印が解かれない限り世界は悪しき状態のままに継続するが、神の子羊が順次その封印を解いた時、さまざまな災いや死、闘争などが世界中へと広がり、地上は未曾有の混乱と最悪に見舞われる。人類の終末を予言するハルマゲドンと呼ばれる有名な予言書の一節です。その窓から地上をよく見てごらんなさい。あなた方が鎧の封印を解き始めて以来、地上には干ばつ、冷害、大地震、噴火や津波といったありとあらゆる災害が広がり、さらにはこの非常時につけ込んだ革命組織とやらが暴動を起こし、今や地上では白と黒の羽を二分する大戦争にまで事態は発展しています。おお、我らが大神サタン様のお言葉を教皇様が告げておられるぞ。なんとお懐かしい。おお、この神々しいお声を聞いて我々はかつての大天使だった頃の記憶を取り戻せたのだ。そうだ、我らはたとえその御尊願を拝謁することができなくとも、私たちにはいつでも大神サタン様のご加護がついているのよ。安心しないでほしいわね。私たちにこの大天使の鎧がある限り、また何度でも復活してみせるわ。それはわしらとて同じことじゃ。私の中で今も生きるルピルピと同じような。よもや彼ら5つの魂が一度に戻ってこようと、こうなっては致し方ありません。ルカよ、せめてあの者の命を絶ってこの世界の崩壊を食い止めるのです。彼の鎧は剥
高い。